コロッケ台風11号パブーク台風コロッケは台風が接近、上陸している際にコロッケを買って食べるという日本のネット上を中心とした風習である。電子掲示板2チャンネルを発祥とし、ツイッターを通じて広がった。台風11号が接近した2001年8月21日昼過ぎに2チャンネルのニュース速報版、台風11号パブーク。 上陸病読み実況スレッド14号の念のため、コロッケを16個買ってきました。もう3個食べてしまいました。ハンドルネーム、こちら、横浜という書き込みをきっかけに、台風が接近すると、コロッケを買う、食べるというネタが生まれた。しばらくは大衆には普及せずにチャンネルラー限定の風習であったが、2012年6月の台風4号の時に、 ツイッターのトレンドワードにランクインしたことで、ネットメディアが取り上げるようになり、広く知られるようになった。同時期に、ネットラボが300人にアンケートを取ったところ、台風コロッケを以前から知っていた人は5割、最近知った人は2割弱、台風4号が来た日にコロッケを食べた人は3割であった。飲食店のインターネット検索サービスグルナビは、2013年、 8から10月に発生した台風と、グルナビ検索の関係を比較し、コロッケの検索数が増えたと折れ線グラフで発表した。慣習化したことで2010年代中頃から、台風の日に、コロッケの値引きや大量セールを実施する店舗も、出現し、2012年以降の数年は、台風が接近すると、スーパーマーケットや、弁当店で、コロッケが飛ぶように売れている。 2019年の令和元年東日本台風の際にも大量のコロッケが台風コロッケの名の下で飛ぶように売れた。2017年には台風コロッケを主題としたスマホゲーム台風コロッケ JC 配達お願いねというものも開発されている。ありがとうございます。